丘陵地帯のニュータウン群河内長野市のニュータウンは、大阪府河内長野市の丘陵地帯を中心に計画、建設された、ニュータウン群について記述する。市内のニュータウン一覧市政施工事には、市内に広い未利用地が存在し、また都心まで30分圏という立地条件である、ことから、多くの企業が、大阪のベッドタウンとして、小中規模のニュータウン造成を計画した。 1961年に、現在の千代田台町に、千代田台が造成され始めたのをきっかけに、各地区で、ニュータウンが計画、造成されている。河内長野市内のニュータウンは、各企業がおおよそ500から3000世帯規模の、住宅地をそれぞれに開発したため、団地のような形態の住宅地は少なく、とりわけ一戸建て住宅が多い。また、そういった経緯から、 多摩ニュータウンのような総称は存在せず、各住宅地個別にニュータウン名が設定されている。ニュータウン名が異なっても地形的に一体化している地域も多く、二つの住宅地からなる青葉台のように複数で一つのニュータウンとして認識されている場合があり、特に平地部では小規模住宅地が一体化する傾向にある。南海高野線の千代田駅、河内長野駅、 三日市町駅、三日の大駅の四駅を中心とした近隣の、丘陵地域に、各住宅地、団地がある。ただし、戦術の通り南海電鉄が一体を、ニュータウン開発をしたわけではないため、駅周辺は高野街道に代表されるような昔、ながらの街並みが残っている地域が多く、その郊外にニュータウンを形成している。そういった過程から、 駅周辺の再開発は遅れていたが、平成以降に、ノバティ長野や、フォレスト三日市などの駅ビルをはじめとした、駅前整備がなされた。ニュータウンの全域が、河内長野市に含まれる。平成20年3月末現在の市内全体の、開発面積は、約798.8ヘクタールで、世帯数は22,204世帯、人口は58,016人である。 ただし、これは、ニュータウン名が設定されているもののみの集計で、実際には以下に記す、住宅地以外に、高無この上原地区、加賀田地区、片添町、西木町、野作、原町などに開発エリアが存在する。現在は、大型ニュータウンの造成は行われていないが、既存の住宅地の再開発や小規模住宅地の新規造成が進んでいる。また、 河内長野市都市計画の一環として、河内長野駅東地区、三日市町駅東地区、小山田地区、上原、高向の地区などの都市開発が検討されており、特に上原、高向の地区では、農地の保全に配慮しつつ整備が計画されている。以下の年表の造成入居については、河内長野市都市計画住宅団地一覧を参照する。 以下の住宅団地について、開発面積が1ヘクタール以上のものを挙げる。世帯数と人口は、平成20年度3月末のものである。また、世帯数の括弧内は、計画世帯数を表す。これらの情報は、河内長野市都市計画住宅団地一覧を参照する。千代田駅前交差点河内長野市立くす木小学校。 河内長野市立千代田小学校区からなる地域で、主に小規模住宅地で構成される。地域内施設としては、河内長野市立千代田中学校、千代田公民館があるほか、保育園が3カ所、幼稚園が2カ所にある。最寄り駅は、市として、千代田駅で、各地へ、バス路線が運行されている。千代田台郵便局、都市公園の千代田台住宅緑地がある。 不千代田大住宅が1の16号棟ある。南海電鉄によって開発された。都市公園としては、千代田南第1から5公園がある。柳風台は、公営住宅として開発された。また、千代田団地は、UR 都市機構によって開発され、UR 都市機構千代田団地1の3号棟を、中心に、千代田第2住宅などの住宅が並んでいる。 都市公園としては、柳風台第1から3公園、木戸第1から4公園、千代田団地第1から2公園がある。小山田町に、木持が、丘住宅団地として、開発観光株式会社と日成、不動産株式会社によって計画された。北希望が丘と、南希望が丘で構成されている。団地としては、 不衛気持ちが、丘住宅が1から14号棟が、北た希望が丘の東側にある。その他は一戸建てを主としながら、南希望が丘パークホームズ、パークコート気持ちが丘といったマンションがある。都市公園の気持ちが丘公園が団地と住宅地の間にある。一丁目と二丁目で構成されるが、気持ちが丘団地の一部として一体化している。 都市公園としては、アカシア、第第一から九公園がある。メゾン気持ちが、丘というマンションが立地する。大阪狭山市周域八丁目、自由が丘、アカシア、第の一部と一体化している。霧が丘第一から三公園という都市公園がある。ほぼマンションで構成されており、コモンライフだや緑台と一体化している。河内長野市立小山田小学校。 河内長野市立長野小学校区からなる地域で、主に小規模住宅地で構成される。地域内施設としては、河内長野市立長野中学校、保育園が4カ所、幼稚園が2カ所にある。最寄り駅は河内長野駅で、各地へバス路線が運行されている。小山田町に南海、小山田団地として南海電気鉄道によって計画された。都市公園は、 小園町第1から4公園がある。小山田町に八万不動産株式会社によって計画された。寺池大公園という都市公園がある。主にマンションで構成される。河野地区の再開発事業として計画され、アメニティ長野の建設とその周辺の区画整備が行われた。河野第1から2公園という都市公園があるほか、河川地下化によって整備された。 高能力道ががあるる全域が高度利用地区に指定されている昭和41年1月10日の造成開発計画によると、日立造船株式会社が、旧河内長野日立団地として、小山田町に開発面積20.0ヘクタール、計画個数250個、計画人口1000人で、昭和42年から昭和44年の予定で計画された。 日立造船の社宅として入居を開始した後、1970年代に造棟した。1990年代には経営難から市に売却、解体された。現在は一戸建て住宅及びマンションのグランヒル、千代田寺が、地合4番館とプレコート1、2番館に転用されている。主に一戸建て住宅で構成される。 レッドパイク大第一から三緑地という都市公園がある。北町に国土プレハブ株式会社によって面積5.57ヘクタール、世帯数200個、人口300人、昭和44年から昭和55年の計画で予定されていた。河内長野市立三日市小学校、河内長野市立南課大小学校区からなる地域で、主に中規模住宅地で構成される。 地域内施設としては、河内長野市立東中学校、河内長野市立中田井中学校、三日市公民館、南下大公民館があるほか、保育園が2カ所、幼稚園が3カ所にある。最寄り駅は三日市町駅で、各地へバス路線が運行されている。南下大河内長野市内で、最も世帯数を呼び、人口の多いニュータウン。小塩町に、 腰を大団地として株式会社、富士田によって、面積98.00ヘクタール、世帯数2200個、人口8800人で当初計画され、その後高段住宅として開発された。国道371号バイパスが立体交差で縦断した構造になっている。南北方向に伸びる大通りには、この宮南課題店を中心に、商店等が並んでおり、 三丁目には、南課題、アーバンコンフォートという R 都市機構南課題団地が46棟で構成されている。七、八丁目では建築協定の締結がされており、クローバーハイツ南課題がある。都市公園としては、南課題第1から14緑地、小尾公園がある。上田町に株式会社の重商店によって、開発面積14.74ヘクタール。 世帯数450個、人口1800人として昭和45年までの予定で当初計画された。団地とついているが全域が住宅地となっている。都市公園の楠すが公園と楠すが南公園がある。住宅協定の締結がされている。楠すが団地に隣接するようにしてエボ市大が開発された。日東町、大市町、清見台三日市町に 日清住宅3日、市団地として、日清住宅株式会社によって計画された後、日清くすのキ台として開発された。楠の木ノ台第1から3公園という都市公園がある。住宅地内には、市立郷土資料館がある。楠の木緑台は、三日市町に大松住宅団地として、株式会社大松組によって計画された。 クスノキツバサと表記されることもある。周辺には大型店舗である泉谷河内長野店がある。住宅地内には都市公園の大志公園がある。住宅協定の締結がされている。河内長野市立和間の小学校、河内長野市立、高向子の小学校区からなる地域で、主に小規模住宅地で構成される。地域内施設としては、 河内長野市立、西中学校、高婿の公民館、天野公民館があるほか、保育園が2カ所、幼稚園が1カ所にある。最寄り駅は、市として、河内長野駅から、バス路線が利用されている。三井河内長野団地として、三井不動産株式会社によって計画された。緑が丘北町、緑が丘中町、緑が丘南町で構成されている。 緑が丘郵便局が住宅地内にある。都市公園としては、緑が丘北第一から三公園、緑が丘中第一から二公園、緑が丘南第一から二公園があり、遊歩道は緑が丘第一から三緑道として花壇が続いている。住宅協定の締結がされている。高向子のに天の山スカイタウンとして、 旭化成工業株式会社によって計画された。都市公園としては、旭サヒ第一から10緑地がある。天野町に、ヤマト開発観光株式会社によって計画された。天野山カントリークラブに隣接しており、その付属として造成されたため、現在も多くが、空き地のまま計画世帯数を大幅に下回る、個数しか着工していない。三カの台から眺めた。 加が地域川内長野市立加が小学校川内長野市立石仏小学校区からなる地域で主に中規模住宅地で構成される地域内施設としては川内長野市立東中学校川内長野市立中田井中学校加が公民館があるほか幼稚園が2カ所にある最寄り駅は主として三日市町駅からバス路線が利用されている青葉台 大谷線、南川岡香がに、伊藤ピア河内長野として、伊藤中不動産株式会社によって計画された。北町、中町、南町、西町で構成されており、西町は、路地長野448-1の五号棟がある。都市公園としては、大谷船第1から14公園がある。南町では、住宅協定の締結がされている。 香方に第一次青葉台ニュータウンとして、大東高産株式会社によって計画された。都市公園としては、北、青葉台第一から八緑地があり、北側に青葉台郵便局がある。香方に第二次青葉台ニュータウンとして、大東高産株式会社によって計画された。都市公園としては、南青葉台第一から五公園がある。香方に、 日清長野団地として、日清不動産株式会社によって計画された。南が丘第一から5公園という都市公園がある。河内長野下地川上小学校、河内長野市立三日野大小学校、河内長野市立奄美小学校区からなる地域で、主に中規模住宅地で構成される。地域内施設としては、河内長野市立三日野大中学校、 天見公民館、川上公民館があるほか、保育園が4ヶ所、幼稚園が1ヶ所にある。最寄り駅は、主として3日市町駅と三河の大駅から、バス路線が利用されている。三河の大駅付近の看板南海電気鉄道によって、計画された河内長野市内で、最も開発面積の広いニュータウン。7丁目に、宮城坂と呼ばれる。 高級住宅街があるほか、規定区域内には、デイリーカナーと林美香の大店を中心に、美香の大郵便局や商店等が集中して構えている。自動公園としては、美香の大第1から10公園がある。三日市町に開発観光株式会社によって開発された。住宅協定の締結がされている。東地域に属するが、 私立、三河の大中学校区ではなく私立東中学校区となっている。サニータウン長野清見台というマンションがあり、自動公園としては、清見台第1から重緑地がある。この地域は、河内長野市内テレビ中継局が設置されている。キックス大阪南医療、センターのバティ長野フォレスト三日市寺が、池公園南海河内長野駅一般国道大阪、不動。 ありがとうございます。